キプロスの首都のレフコシア、ニコシアです。で、これが一応メヌキ通りになってる、メヌキ通りをちょっと今から歩いてみます。さっき向こうで展開があったんでびっくりしました。これから今からちょっと歩いていきます。ここ歩行者天国になってます。お店がね、この目抜き通りちょっと外れると、旧市街でもちょっと外れるとお店が少なくなるんですけど、ここは結構多いですということで、こんな感じですね。お土産屋さんなんかも結構あります。で、こちらがちょっとしたジュース、バブルイクシスで、ジッピー、こういうブティックみたいなね、屋さんもありますし、携帯のケースが売られてるお店ね。まあ安いですよね。でちょっと路地入るとまた違った雰囲気が醸し出すんですけど、ちょっと外れるとまたお店が少ないんですけどね。アイシャルの M なんかもあります。でここからも北キプロスの境界線は本当に近いんですけどね。ギリシャ系です。ギリシャ人と思ってるんです。で、その中でギリシャ、まあ、いわゆるラテン系ですけど、ラテン系ということで、髪の色はやっぱり黒いです。もちろんこうブロンドにしてる人もいます。これは染めてる感じです。そしてどちらかといったら、ゲルマンとかスラブとかに比べたら、華奢な感じの人が多いので、日本人に近い体格を持ってます。なので、どちらかといったら、日本人に近いような体格を持ってる女性であれば、彼女は、まあ、ギリシャ、キプロスね。ギリシャ系のキプロスに結構増えてくる感じがします。フィリピン系の人々です。フィリピン人の労働者もかなり来てますので、フィリピンの人々も多いです。で、トルコ系の人々もいます。今トルコ系でしたね。だからトルコ系の住民っていうのも結構この北キプロスにいるので、北キプロスから今来やすくなってるのでね、結構います。で、前に見てる女性たちが、ああこれはギリシャ系ですね。キプロス、この女性もそうです。ラテン系なんです。なので、なんていうかな、まあ、スラブもいいんですけど、スラブの方が綺麗と言われてるんだけど、私はラテン系の方がノリがいいし、日本人にとっても白人の中ではね、割と親しみやすいかなって感じはするんです。そういった意味でもおすすめできます。おすすめって言っても別に、ね、まあ、ある程度若い方でね、ある程度の顔と体格を持ってれば、海外の女性とか結構ね、彼女にできると思うんですけど、そんな感じです。割と小柄な人多いですよ、ギリシャ系の方がね、ラテン系はね。だからラテン系ってイタリアとかスペインとか、ポルトガル、フランスもそうです。だから割と小柄な人多いんですよね。
キプロスの首都のレフコシアにいます。でそこの旧市街にいるんだけど、旧市街のこの辺り結構お店があってです、ね、飲食店があって、さっきそこで食事したんだけど、旧市街ちょっと外れるとなくなるんですけど、まあだから中心のメディケ通りのところから来ると結構いろんなお店があって、レンジです。こういう感じね。ここがこれはカフェみたいなところだね。ではさっき試作したところはこちらでございまして、シーフードのお店です。オーシャンバスケットというところですね。で昨日はそのサイヤム、あ、シャムか、シャムフード、サイヤムってタイのバンコクじゃんみたいな、シャムフード、行きました。まあ、こんな感じで、結構お店があります。でこっちに行くと今ちょっとこの辺り工事中なんですけどね、目抜き通りになってて、目抜き通りを入っていくとまた同じようなお店が結構あります。なかなか面白いです。